こんにちはフルショーです世界の名作文学を5分で語る時には10分くらいかかってしまって、まあ、実際には20分前後のチャンネルです。はい、という気楽なコンセプトで世界文学の名作とそれを書いた作家や詩人について極まり楽しく語っていくチャンネルです、えー。今回はボードレールの2回目ということでやってみたいと思います。あのー、最初の頃ですね 5分前後ぐらいで終わっていて、ですねその中でボードレールをやって、でえ実は僕がこのチャンネルをずっと続けていられる、モチベーションが続いた一つの原因は、ボードレールの動画にあったんですね。というのも、なんか結構受けてですね、あのとてもこういろいろなコメントもいただいた、初めての動画のような感じでした。はいででまあ今見るととすねとても画質が 荒くてよくこういう粗い画質を見ていただいたなぁとね、感謝することをしきりなんですけれども、最近あの昔5分ぐらいで喋ったものをですね,ね、今の20分ぐらいの時間で、えー、リメイクしているという、そんな <laughs> 感じなんですけど、今日はボードレールについてですね、えーまあ、もう一度喋ってみたいというふうに思いました。はい、で、あのーまあ、ボーードレール一言で言うと いろんな詩人がいますね。まあフランスでも近代にベルレールとかバレリーとかロートレローロアモンね、ランボーにね、えー、シュペルビエルとかボードレールとかいろいろいます。マ、まあ、ラルメとかですね。で、えー、まあ、それ以前にもね、えー、テオフル・ゴーチャとかビクトル・ユーゴーとかまあいろんな詩人がね、えー 国の内外、まあドイツ、ドイツだったらゲーテとかシラとかですね、いるんですけど近代史はもうひとえにボードレールから始まったもうこれは一点突破ボードレール一択というかなんというか、ボードレールなんですねすべてはでボードレールより前とボードレールからあとはすべてが史というものは変わってしまったぐらいボードレールというのはですね、詩の世界において、えー、めっちゃ偉人なんですね。 これは小説の世界に持ってきたら、セルバンテスの前と後って言ってもよく分かりにくいかもしれませんけど、セルバンテスの存在ぐらい、あるいはバルザックとスタンダール以上に、展開点のポイントのね、あのーボ、ボランチから上がってきたボールをミッドフィールダーがもらって、スルーパスをね、キラーパスを出すミッドフィールダーのようにですね、ボードレールがいなければ、 例えば今の日本の現代史も、こんな風な現代史っていうのは存在しない。まあ、これはですね、ボードレールの影響を受けた T.S. エリオットの影響を受けて、日本の戦後の荒れ地派ができて、そしてその系列で、まあ、今の現代史があるようなもんなんで、ボードレールなくして、現代の現代史はないというような、ね、感じになります。はいまあ、これだけ <laughs>、これだけ言ったんですよ、前回はね。<laughs> であのーまあ 簡単に言うと、詩というのは何だと思いますかみたいな話なんですけど、まあ、普通はですね、まあふまあ、特に日本人の馴染みでるし、まあ、これは 別に日本だけじゃなくて、要はあ感情を歌い上げる美しい言葉でっていうのがまもともとの詩ですね。あるいはあ英雄団、女児詩的なものですね。英雄団を美しい言葉で紡ぎ上げるみたいなものが詩なんですね。でまあ、女児詩は小説になっていったような感じがありますけど、まあ、普通の詩というのはね感情、悲しいとか恋愛関係とか、えー、まあ嬉しい詩ってあまり書かないですよね。今日は晴れていてとていとも気分が よくてご飯が美味しい、茶柱も立ったみたいな詩をね、あの <laughs> 読んだことはないですね。それはそれでとても深そうな感じですけど、えー、大体ねうーん、まあ、大事な人のこう詩とかうん、まあ、小老病詩のね、えー、そんな感じを深く美しく歌い上げるのが詩という感じに、古今和歌集万葉詩時代日本もなってたし、ヨーロッパもね、ソネットはそういう詩ですね。で、ボードレールは、 そういうものが詩ではないんだということで、結局ですね、うんこう詩は人間の精神と魂を対象化したものを純粋にろ過して、えー、言葉にする、これは詩だと、ね、いうことで、そういう詩を書いたつもりだったみたいですね。あの小林ののの近代絵画の冒頭を飾るのは、 マネでもモネでもセザンヌでもピカソでもなくボードレールなんですね。近代美術で最初に語らなくちゃいけないのはボードレールなんだということですねで。なんでかっていうと、まあ、ボードレールは偉大な美術批評家でもあって、エドガー・アラン・ポーというアメリカのね売れない作家を翻訳してフランスで入らせたというね、えー、ボードレールなくしてポーなしみたいな感じなんですけど。 でこの近代絵画も批評をするわけです。つまり、ボードレールはありたらえものを対象化して、その対象化したものを言葉にするんで、詩、えー、を書いても批評ということになるわけなんですね。で詩を書いてるのに批評をしているみたいな、ね、そういった言葉による対象化。あのの批評っていうのは 評論って意味じゃなくって言葉による対象化っていうことですね。だから美しい恋愛感情とか悲しい心とかではなくって、人間そ精神のあり方そのものをですね、言葉によって対象化した最初の詩人がボードレールで、ボードレールの、 あとのべての詩人は、すべての国のすべての詩人はあ、そういう詩を書くようになっている。まあ、もちろん、叙情詩的な詩はね、日本の俳句や短歌のように延々と残るわけなんですけど、いわゆる文学詩的な流れにおける詩というものは、ボードレールの後はすべての源流はボードレールなんだっていうことですね。えー、それから あの小林秀夫がこんなことをね、えー、その近代絵画のボードレールの師匠で言ってるんですけど、近代絵画も近代史もこれは何といってもフランスにその中心があったのだが革新の運動はまず詩人のうちに現れたボードレールは前より先輩なのである。人は本来何を目指して作られるかという根本の明瞭が欠けているから彼らはそ,その作品にしとしではないもの、つまり 三文でも表現できるものとの奇妙な不純な混合を平気で許している。ねまあ、例えば、ユゴはーはレ・ミゼラブルの大作家ですけど、まあ、偉大な詩人でもあってね、たくさんの詩集をエネルギッシュに書いたんだけど、まあ、歴史とか哲学とか、まあ、いろんなものをごっちゃに書いて詩なのか、評論でもよかったんじゃないか、小説でもよかったんじゃないかみたいな詩を書いていたんですね。ところがあー え小橋博によるとですね、ボードレールこそ絵画は絵画であれば足りるという明瞭な意識を持って絵に対した最初の絵画批評家であった、つまりこの原理でしわしであればよい、しわ小説でなくても哲学でなくても宗教でなくてもあのそんなものはいい、しわしであればよいといった最初の詩人だっていうね、そういうことなんですね。はい、えー、でですね、まあ、ここまでは講釈、まあ、がいろいろありましたけど、あのまあ、この本とね、 えー、この本が主に僕のボードレールのボードレール体験の、ねえー、あれなんですけど、まあ、福永武彦さんが、ね、とてもボードレールが好きで、えー、たくさん翻訳してますね。この本の中の詩集は福永武彦さんが福永武彦は、ねえー、翻訳しているのが多いですね。でポール・バレリーがあーボードレールによって、まあ、フランスの詩は初めて、えー、ヨーロッパの他の国の 言語に翻訳される一人前の詩になったとかね、そんなことを言ってますね、そ,そうなんでしょうか。で、さっきの福永武彦さんがですね、えー、ボードレールの悪の花っていう詩,が詩集がありますね、あれはもともと名譜、冥界の名ね、冥府っていうタイトルでやろ,ろうとしたら出版社がですね、冥府じゃ売れないから悪の花、なんか適当に <laughs> あの面白そうになって,て悪の花になったらしいんですけど、あのまあ、 こんなふうに、えー、悪の花という詩集は、この一つのコンセプトによって統一されているんですね。すべての詩が一つの呪字につながっているみたいな感じなんですね。で、ボードレールより前は詩集というのは、ただ今年書いた詩をまとめて出版しましたよとかね、あの歌の CD とか昔の LP のアルバムを見ればわかりますけど、単にこの間に、単にこの歌手が12曲歌った、それを集めたっていうのが、まあ、 えー、それまでのボードレールよりま、までの刺繍だったんですね。ところがボードレールは、 あ例えばですね、ピンク・フロイドとかのね、あのー、アニマルズとか、えー、ダークサイド・オブ・ザ・ムーン、狂気とかね、あんな風にこう最初の曲から最後の曲まで同じコンセプトでこう <laughs> 作られてますね、えピンク・フロイド絶賛してますけどあの、そういうような刺繍のあり方っていうのも、ボードレールから始まったっていうことなんですね。はい、で、こうボードレールってね、あのー、単純にかっこいいんですね、かっこいい、えあのー、そうですね、こう、ほら。 こんな、こう、ね、えー、仮面ライダーのポーの一族みたいですよね。なんかとてもかっこいいわけですよ。で、とてもかっこいいんでね、僕のこう高校時代はボードレールは僕の英雄だったんですけどね <laughs> あの。で、このボードレールが好きで、このダンディという本も買ってね、これはなんで買ったかっていうと、ボードレールがこんなことを言ったっていう6行ぐらいの文章が紹介されてるんで買ったんですけどね、えー、昔はこんな本の買い方をよくしていました。えー 頭を正しい方向へ切り替えるために、ボードレールはローマ人の映画と衰退、モンテスキは書いた、あーナチューズ、シャトーブリアンの三分子に没頭するというふうに紹介されていて、ボードレールの言葉として、一行残らず全てが私には気高いものに思えた。それは私が徹底してこの時代、まあ、19世紀のパリですね、この時代に敵対しているからなのだ。ひどく打ち,打ちのめされたときには私のようにしたまま。ということで、えー、シャトーブリアンがね、 あのー、アメリカインディアンの部族、ナチューズの女児誌を目指して書いた三文詩、ナチュズ,ナチェズ、えー、そしてモンテシクルのローマ人の映画とって、まあ、こう,いうこう19世紀のパリから離れたすがすがしい詩を読んで頭を切り替えていたとかね、ねあるいはこのなんかベルギーで行って書いたのかな、この人工楽園という、これはね、あのー、長い評論集みたいな感じですね。実は 読んでないと私が持ってる本にしたらですね、めっちゃ綺麗なんですよ。これもしかしたら結構高値で売れるかなとか、今思いつきましたけどね、えー、読んでないんですね。で、あのーまあのま僕はボードレールの今言ったね、すべての脳脇を無視して、単純にボードレールの詩がとても好きなんですね。アンドレジットの 狭き門の,のところでも紹介しましたけど、植民地生まれの貴婦人に、あのアリサのお母さんはね、この植民地生まれの貴婦人みたいな、えー、女だったな、みたいなね、これを絶対意識して、罪と、あってますじゃない、あの狭き門を書いたに違いないとかね、それからあのこれはね、僕はあの、大学3年の時に、えー、とてもこう思い出深い詩なんですね、えー、愛し合う2人のぶどうというね、愛し合う2人のぶどうという、 まあ、タイトルがね、そもそもかっこよすぎだなとか思ってですね、えー、でもこれはあ、あの、まあ、今日の天地の素晴らしさ、靴はもう拍車も手綱もつけずに、さあ、ぶどう酒にまたがって神々しい無限の空へと出発しようってね、なかなかいい感じのね、詩で始まって素晴らしいんですよ。で、この愛し合う2人のぶどう酒とですね、 僕が好き一番好きなのは旅へのいざない。えーまあ、この詩繍はねこう写真がたくさんあるんですけど、この詩なんですね。これはあのご覧我が子よ、我が妹よ、思ってごらん遠い国へ2人で行って暮らす楽しさ、賢ではものすべて秩序と美と、豪奢と静寂、そして越楽ていうね、こういうふうにこう入ってきて。であのー ささやかな君の望みを満たそうとして、世界の果てから船は来たのだって言ってね、まあ、そんな,風なこう素晴らしく美しい旅へのいざないという詩があるんですよ。まあ、この辺はね、愛し合う二人の武道士とか旅へのいざないとかはボードレールの,あの代表作的な詩ではないんだけど、個人的にはね、とってもとっても好きなんですね。で、えーまあ、この「悪の花」もね、買って読んだんですけどね、この この鈴木信太郎役の「悪の花」は僕には全然ピンと来なくてですね、これはちょっと読めなかったみたいなね感じなんですけど、あとその3分子がね、やっぱりいいということで、有名な3分子で、午前1時というのがあるんですね、午前1時。これはあの出だしから有名で。 ああ、ついに一人きりだ。今はもう帰りの遅れた辻馬車の疲れきった車輪の音がわずかに聞こえてくるばかり。これからの数時間は急速か、それでなければせめて静寂を持つこともできるだろう。ついにこれらの人間の顔のあのやりきりなさも消え失せた。私を苦しめるものといっては、ただ私自身の他にはない。 ってってまあこれの6倍ぐらいの長さが、ね、この後続くんですけど、まあ、ついに一人っきりで私を苦しめるものはついに私自身だけになった、午前1時にって、ね、こ,うこ,のこういう,こう自分自身をも対象化して歌うというね、えー、まあこれもまあ言ってみれば19世紀のフランスにおける近代的自我を対象化して歌ってるということでね、こういう詩は実は夏目漱石と、 根っこのとこでつながる展開なんだろうと僕は勝手に思っています。それとあの、港という三文書がやっぱりあるんですけどね。港は人生の戦いに憂れつかんだ、疲れ生んだ魂にとって魅力ある休息所である空の無休、雲の移動しゆく建築、海の移り変わる色彩、灯台の火の ききらめきそれらは開くことなく目を楽しませるために巧妙にすられたプリズムであるっていうふうにこうなってなお、えーまあ、も望む力を持ち旅を求め富を求める欲望を失わないもののすべての動きをくまなく眺めることは一種の神秘にして貴族的な快楽なのであるっていうね、えー、こんなふうにしてでこの港をね絶対モチーフにして萩原作太郎のお三文子だ ですかね郵便局というのがね、港に人々が来るぞって、今、そんな感じで歌ってましたね。で、萩原作太郎にもですね、郵便局に来る人はとかね、郵便局はこういう場所だっていう感じで、今の港とですね、そっくりの、えー、展開をする詩を書いてるんで、あれはね、明らかに、えー、ボードレールの影響を受けて書いたんだろうなというふうに思います。それから あともう一つ好きなものとしてですねあの、ランボーのヨイドレブレっていう有名な詩があるんですけどね、弘、え、法、ー、たる幽霊は何とかかんとかってちょっと忘れましたけど、あのー、素晴らしい長い詩なんですけど、それはこのボードレールの後悔というね、えー、ね長いこう、まあ、普通の詩があるんですけど、後悔っていうのが、ね、あって、これをもとに、 うん、これをベースに、これの、こう、パまあ、言ってみれば、パクリで書いたとも言われています。これはあの出だしから素晴らしい詩なんですよ。地図や版画が大好きな少年にとって、宇宙はその旺盛な食欲に等しい、あランプの光の下では世界はなんと大きいことか。 だが思い出の目で眺めると世界はなんと小さいことよ。ある朝、我らは濃髄に炎を満たし、怨恨や苦い欲望を胸いっぱいに抱いて、する。そして我らは進んでいく波の胸りのリズムにつれて、限りない我らの思いを限りある大会の上で揺すりながら。ある男はおじょくまみれた側から、またある男は洋乱の地の恐怖から逃れていくのを喜び。 女の目の中に溺れ果てた星占いとも言うべき男は危険な大衆を持つ暴虐なしるせの手から逃れるのを喜ぶみたいな感じで、えー、この詩のね12ページぐらい延々と延々と続いていくんですよまあこういう詩がね、あのーまあ、こう文学史的に文学史的な位置づけだけでね、えー、いくらなんでもやっぱり詩,詩人ですからそれだけで 人は読まないやっぱりね、ボードレールの詩って第一級の詩だと思うんですよ。翻訳しか読めませんけど、まあ、こんなふうなことを、こんなふうなイメージで表しているっていうのはね、まあ、それは翻訳でもわかるわけですね。えー、なののでこのボーードレールは でこのボードレールを発展させたランボーとか T.S. エリオとかになっていくとですね、どん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 言葉が分解していって、えー、言葉が対象化していった自我もお20世紀の戦争とか、ホロコーストなんかでどん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 分裂していくので、もう収集がつかなくって今の日本の現代史になったみたいな感じもあるかもしれないんですけど、まだボードレールの時はね、叙情史の土台の上に、えー、そういう。 自己の精神と魂を対象化する、えー、鋭くえぐる言葉の批評、そして死じゃないとできない批評をするわけです。はい、評論の言葉ででももななくく小説でもなく 知れないと表現できないものを詩にしているというね、えー、まあ日本語ではね、さすがにそこまではわからないんですけど、たださっき言った三文詩ですって言った午前一時と港、ああいうものはね、なかなかそれまでの詩人は書いていませんのでね、えー、まあボードレールというのは偉大な、えー、文,学文学詩に位置する超巨人の詩人なんですけど、合わせてとても素晴らしい詩を書いて、まあ一生くじさむ、さっきのあの、 ボーードレール全体の流れの中で特に名詞というわけではないんですけど、個人的には旅へのいざない、我が子よ、我が妹よ、思ってごらん、遠い国へ2人で行って暮らす楽しさっていうね、あの詞はとても好きなんですよ。そして愛し合う2人のブドウ酒ってね、えー、というようなことで、ボードレールがとても好きですということですね、もう1回、えー、言いました。はい、ということで、今日は以上です。またお会いしましょう。ありがとうございました。